高州アジア大会サッカー男子で優勝した韓国の MFTA チョンウヨン24、シュツットガルト、が、韓国サッカー協会の公式 YouTube チャンネル、クファーズブ、で改めて日韓対決を制しての金メダルの喜びを語った。写真、敬礼ポーズする韓国代表選手決勝では先制された後に同点弾を決めるなど2位の逆転勝ちに貢献したて、韓国メディア、 ニュース1によると、試合終了のホイッスルが鳴った瞬間には、メダルを実感できなかったとした上で、何人かの選手が自分の頬を叩くこともあった。都道チャンネルで振り返った。大会中の最も印象に残った選手村食堂でのエピソードも披露。一番印象に残っているのは、最後の試合が終わった後の選手村食堂。日本の選手と我々しかいなかった。 試合が終わって同じ場所で食事をとったところ、自分たちは金メダルを首にかけて食べていた一方で、日本の選手はじっと座っていた、と胸を張った。大いに食事が進んだそうで、ご飯を3杯食べた。本当にぐいぐい入ってきた。歓喜に沸く韓国イレブンと敗戦に肩を落とす日本選手は対照的な姿だったようだ。